計なおしゃべりはええ、真面目にやれ。ここは私たちに任せて、君も行け。坂本龍馬は上の階や。始まったか。ええ。不思議な話もあったもんやな。時代を動かすはずの男が時代遅れの男に斬られ死ぬ。しかもこの世に存在しないはずのもう一人の自分に斬られることになるんやからな。なあ坂本龍馬さんよ。おやつさん、よ、吉田様。おまんは、おまんが吉田様を。おのれ、切れ、この者を切り捨て。だから俺は土佐を抜ける。どんな汚名を着ようと生きて絶対に犯人を突き止める。何よ、土佐ん兄弟たちよ、また会いたじゃ。Ha ha ha.
なんだ。いや、わからねえ。すまん、親分。そいつがどうしてもお風呂に入れろ言うて。入り口に貸し切りの札がかかっていたはずだが。そしたら、わしが風呂屋に来る前に知らせに来とくんやったな。わざわざ店まで来た客に帰れ言うんか。入るんならさっさと入れ。いつまでもそんなもん見せつけてんじゃねえ。ふっ、サイの風呂屋いうのはお前か。とぼけても無駄やで。チーと調べてもらいたいことがある。なんじゃこれ、このダフ。早く水で埋めんかい。おい、ああ、どこの大将だか知らねえが、何をそんなにイラついてやがる。何やと。じゃあな。ああ、待てや悪い。誰がイラついとる言うた。もう一遍言うてみ。誰がイラついとるって。手を離せ。遊びじゃ済まなくなる。へえ、望むところや。おい、
たい子供なのね。夢を追って傷ついて嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた。I love you もろくに言わない、口下手でほんまに不器用なのに、なのにどうしてさよならは言えたの。ダメだね、ダメよ、ダメなのよ、あんたが好きで好きすぎて、どれだけ強いを避けても歪まない思い出がバカみたい。ご用件は？入隊希望だ。あ、おう、もう一匹来たか。今日は大量だな。これは後で掃除が大変だ。終わりや。早よ医者にかかった方がいい。命は助かるやろ。次は誰や？新選組はいつから青春活劇の舞台になったんや？甘いな、新八ちゃん。甘々や。掃除？掃除って、あの…せや。わしがあの、俺は近藤局長の理想を実現したいだけ。そっか。せやけど、こないな上物、わしやったら絶対もっと追い詰めるんやけどな。ほう、やるやないか。何をやっとるんや。もう試験は終わったんやぞ。ええやないか。ちょっとや、ちょっと。兄ちゃん、わしの理心流は一味ちゃうで。そうか、ぜひ味わってみたいもんだな。
用心。わしの勝ちやな。ふう、引き分け。あ？の。お前。美しく咲かせてもらおう。Peace.